ショートの藤田、先発は高崎です。そしてバッターボックスには4番で DH ラミレスが帰ってきました。まあ、先日は足の痛みがありまして1試合欠場して、そして昨日のお休みゲームがありませんでした。そして今日復帰です。まあ、やっとラミレスも森さん状態が上がってきたかなという感じですね。そうですね、まあ、筒香が帰ってきて、はい、中村のりが状態が良くなってきて、うん、でラミレスがちゃんと働いてくれるとね、はい、まあ一発のある打線がある程度クリーンアップに揃ったかなっていうところがあるんですよね。はい、そうするとやっぱり 1,2 番の出塁になってくると思うんですね。うん、まあ、打率もこうやって2割7分合いの台までは来ました。インコース持っていきましたが、レフトバック、レフトバック見送ってスタンドまで入りました。ラミレス今シーズンの第4号のホームランです。先制ツーラン、復帰第1打席で即ホームランです。まあ、今のラミレスもインコースのボールなんですよね。はい、先ほど中村のりの時に追い込んでからインコースの要求されたボールが外側に引っかかってセンターにいい打球を打たれてるんですよね。だからまだ西口とすればその抜いたボール遅いボールはある程度コントロールできてるんですけども、ストレートに対してインコースにきっちりとまだ行ってなかった状態で打たれてしまいましたよね。まあ、いろんなミスもありましたから、まあ、ここはきっちりね